日のお目当てはケンタッキーの食べ放題です。45分間の食べ放題なんですが、いくつ食べられるのか挑戦してみようと思います。では、行ってみよう。めっちゃ美味しそう、はい、まずは基本のこのチキンが3ピースとドリンクも飲み放題で、サイドメニューのポテト、これもおかわりできるんですけど、基本はこのポテト、チキン3ピース、ビスケット1個とドリンクのセットがまず最初、そこからおかわりが自由になります。ビスケットはね、一緒に来てるお友達がいらないということでもらいました。45分しかないので早速いこうと思います。いただきます。これ開けてからですか？ありがとう。どうぞ、食べてください。食べてください。ありがとう。やばいね、これ。すごい味ついてるね、これ。味ついてるけど、全然。ホクホク系。これでいいんだけど、そう、なんか分かんないんで、とりあえずこれで始めます。これ分かんないよね、買いたくないじゃんね。おしぼりはこれおすすめ、なんかケンタッキーの食べ放題絶対持ってきた方がいいです。めちゃ手汚れるんで、あれ3つしか入ってない。3つしか入ってない。1個が大きいもんね。これ絶対美味しいね、この部分。あれじゃん、そこ好き？これ好き。私あんま好きじゃない。ジューシーじゃん。ちょパサパサしてると思う。そんな人いるの？あげるよ、これ。やった、うまそう。肉が少なそうで、いつもそうした気分になる。で、美味しいじゃん、なんか脂っぽくて。美味しい、割と今できたてじゃない、これ。私もカツサンドが好き、カツサンド派。さっきから全然意見合わない。あれ、これってパサパサの部分だっけ？あ、これね、この辺がなんかパサパサっとしてるとこだと思う。なんか見極めが難しい。鶏とかも絶対ささみが好き。ささみ、めったに変わんない。それはダイエット意識とか美容意識とかには味が好き。でも味はなんかあるかも、ね、なんかポン酢とかに合うじゃん、なんかサラダとかに入ってたりするやつ。サラダチキン流行ってるもんね。あれまたささみと違う。あれ胸じゃん。あれ胸だね。
骨いっぱいある。めっちゃ皮の部分、皮の部分美味しい。脂がすごい。ミルクないもんね。ミルクないもん。牛乳合わなすぎるのか。牛乳ない。牛乳ないよね。マックあるじゃん。ケッサに牛乳やばいでしょ。どこから買ってこようか。大丈夫。
普段はね、一人前で満足できなくて不便だなって思う機会も多いんですけど、こういう時はね、すごい大喜利良かったなって思いますね。これだけ食べてもね、気持ち悪い、もう嫌だってならない、ずっと美味しく食べてられる。いや、本当大喜利で良かったです。ケンタッキーさんはね、普段最近あんまり食べる機会がないんですが、子供の頃はね、ツイスターとビスケットが大好きでしたね。ツイスターに初めて出会った時の感動、何この薄い生地にチキンとなんかソースがめっちゃ美味しいのが挟まってるみたいな、ツイスターはね本当感動でした。ケンタッキーさんはね、子どもの頃映画館に行くと必ず帰りはケンタッキーさんっていう思い出がありますね。ただ大御所のうちはね、お父さんが鶏肉全く食べられないんで、ケンタッキーさんに行くときはね、もうお母さんと妹と3人で、しかも妹はお肉食べられないから、フィッシュフライを食べるみたいな変わったご利用をしていました。なのでね、子供の頃はね、チキンのバーデリをクリスマスに食べるっていうのがめちゃくちゃ夢でした。やっぱりね、クリスマスはね、フライドチキン食べたいですよね。最後一口、ごちそうさまです。いや、もうチキンがね、これ食べ放題に来ると揚げたてのものが食べれるのがすごい。ただね、結構時間が短い。これ最後ラストオーダーでいっぱい頼めたから、結構19ピース食べられたけど、まあまあ時間が短いので、これ一人でも黙々と食べるのが元を取るには一番いいと思います。バイバーイ。